どうも皆さんこんにちは。オーダースーツ M2 プラントの大野と申します。今回はですね、新しく入ってきた新作の秋冬物生地なんですけれども、その中で一部アムンゼン生地というものが入っておりますので、今回はそのアムンゼン生地というものについて少しお話ししたいと思います。それではまずアムンゼンとは何なのかということなんですけれども、これはナシジ織と呼ばれるものの一種となっております。ナシジ織のナシというのは果物のナシのことですね。生地を織っていく際、縦糸と、横糸というのを交差させて生地をね作っていくんですけれども、このアムンゼン生地というのはこの縦糸と横糸、本来はこう規則正しく、やっていくんですけども、あえてこうちょっと複雑に交差させたりとか、ちょっとこうね不規則に塗っていくということをして、梨の皮のようなちょっと表面が若干こうデコボコした感じをあえて作る、そういう織り方をした生地のことを、アムンゼン生地と言います。アムンゼン生地の特徴としまして、若干こうデコボコはあるんですけれども、そんなにこうパッと見てわかるというようなものでもなくて、近くで見たりとか、触ったりして、ちょっとデコボコしてるかなぐらいの感覚のものですね。そしてこのデコボコがあることによって肌にこうピタッとくっつくような感覚、こういうのをちょっと防いでくれたりするんで、ちょっとこう清涼感がある感じなんですよね。なので、どちらかというとこうちょっと春夏というか、ちょっとこうあったかいだったり、暑い季節寄りの生地ではあるんですね。ただ今回M2 プラントに入荷したアムンゼン生地、こちらは、スノーアムンゼンと記載されてるんです。なので、そのアムンゼン生地の中でも秋冬寄りに、仕上げてますよと、そういうアムンゼン生地ですよということになっております。ただそうは言ってもこう明らかに冬寄りにすごい分厚いですよという生地でもないので、感覚としては合物からオールシーズンぐらいの感覚でお召しいただきやすいものになっているのかなと思います。あと、アムンゼン生地には光沢はないので、そんなにこうパッとした感じではないんですけれども、その代わり結構しなやかな、風合いだったりもしますんで、すごく、着やすいかなと。あとはあんまりこう光沢出したくない方とか、そういう方にはすごくおすすめできる生地なんじゃないかなと思います。先ほど申し上げたように、あんまりこう冬寄りっぽいという意味でもないので、なるべく合い物なりオールシーズン感覚でお召しいただきやすい生地にはなっているかなと思いますんで、ぜひ一度 M2 プラントにもちょっと初めて入荷した、特徴的な生地になっておりますんで、このアムンゼン生地、ぜひ一度ねこちらの生地で、スーツをお仕立てしていただければなと思います。では今回はですね、アムンゼン生地というものについて少しお話しさせていただきました。この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。